さんの好きな色は何ですか。でもでもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃佳です。こんばんは。お疲れ様でございます。もう寝るんですか？うん、配信終わったらマジでもうすぐお風呂に入って寝る。それ今できる寝る準備って歯磨く、あとメイクも落とそうかな。いっぱい食べに来よう。ということで、本日武道館1日目が終わりました。やるわ。まずは初日無事終わることができて何よりです。あれですね、あのすごい、あの大西その武道館の1日目、おすすめ曲があるっていう風に言ってたんですけど、そう、1日目の中盤、もう皆様ならお分かりかもしれませんが、私はマジジョテッペンブルースとマジスカロックンロール、この2曲をなんと当時の学ランさん役で出させてもらいました。この2つが私の注目してほしい曲だった。ん？合ってる？マジスカロックンロールとマジジョテッペンブルース合ってる？もうなんかさ、それこそなんですけど、私もともと AKB を好きになったきっかけがマジスカ学園なんですよ。そうで、でね、でも私はこの、まあ、10年弱 AKB48 に、まあ、在籍して一回もマジでこれ割と後悔に残ってるかもしれない、 AKB でできなかったこと、できなかったことっていうか、マジスカ系、まあ、今は AKB やってるのはマジムリ系が多いんですけど、私はそれのどれにも一切携われなかった人間なんですよ。そう、何にも、もうマジで何にも携われなかったんですね、今まで。マジで本当にびっくりするぐらいに縁がなくて、そう、 AKB 全体で舞台をやってた時もそうだし、8でやってた時も、大西は初期の頃から私が一番最初に言ったと思う、8でマジスカをやりたいって。そう、
言い続けて言い続けて言い続けて、それが叶ったけど、その場にはオーディション入れなかったんですよ。本当にもうめっちゃ泣いた、あの時マジで。そう、エイトでマジ無理をできるってなって、でも私はそこに入れなくて、マジでもうスタッフさんからそれを事前に聞いた時、マジでもう丸一日泣いてっていうぐらい本当に大好きだったんです。で、一番やりたかったのがマジ女てっぺんブルースだったんですね、大西の中で。マジスカロックンロールはあのマジムリの舞台にゲストでね、ゲストで出た時にできて、そう嬉しかった思い出もあるんですけど、そうマジ女てっぺんブルースが私の中で本当にもうカラオケで何回歌ってきただろうっていうぐらい歌ってきた曲だったので、しかもそれを本家の衣装を着てできたのがもう本当にもう嬉しすぎて、もうだから本当に最後にいい思い出をありがとうございますというか、マジで本当に幸せでした。うん、あと私がそのセリフを言った時にもう黄色い声援が聞こえて、キャーみたいな、にやけちゃったもん、マジで。もうずっとあれで生きていきたいよ。ちょっと明日も明後日も、おいしい、ずっとあれでいい、あれがいい、ずっと学ランの衣装でいい、マジで。ずっと学ランでいい、この3日間武道館、マジでっていうぐらい本当にずっと着ていたかったんですけど、まあそこまでね、あの余韻に浸る時間もなかったので、今日あの違うね、もう次の衣装に着替えたりとかしてたので、いやもう本当に嬉しかった。もうただただ嬉しかった。これを見てほしかったんです。そう、1日目大西がおすすめしてた理由はこちらでございました。ディーバの衣装も良かったし、嬉しい。あのディーバさんやらせてもらったんですけど、その時もキャーって言ってた。あの、そう、びっくり。反応が、そう、びっくり、そう、キャーって言われて、はんってなった。嬉しい。ありがとう、本当に。幸せでございました。こんなのもよかったねって、ね、人数少なくなったよね、改めて。改めて47も、そう、今日は全員で47やったんですけど、8のね、そう、まあ人数少なくなったなって。あと懸命がね、リハの時もね、京香ちゃんね、マイクついてなかったっていうか、なんかあこでブチってなっちゃってたんですよね。あれだけちょっと悔い、たまたまかなと思ってたけど、なんかトラブルがあったのかな、あのマイクに。そう、あの時気づいてスタッフさんに言えばよかったと思って、それだけがちょっと後悔なんですけど、ひゆかちゃん、あ、そうだね、ひゆかちゃん少なくなったよね、本当に。リハからだったんだって。そうなの、リハから、ん？なりみたいな、今誰か入ってなかったなと思って、
47の時の盛り上がりがすごかったって、あれも嬉しかった。47流れた時におーっていう声も嬉しかった。うん、あとは個人的にはアンコール、今日は古参も新規もっていうのがテーマであったんですけど、アンコールからは本当にもう最近のシングルのブロックっていう感じだったんですけど、なんかそこをアンコールブロック全てが自分の選抜曲で、そう、でもハモから始まって、そっからそうそうそうやってったんですけど、まあそう、最、うん、何て言ったらいいんだろう、ネモハモから全てのシングルをやったわけではないけど、そう「元彼です」とかもやってなかったし、そう、まあでも最近のシングルの曲をやらせてもらって、そう全部が自分の選抜入ってる曲だってなって、すごい嬉しかった、うん、改めて幸せでございます。メイク落とさなくて平気。うん、メイク本当はね、いつもお風呂一番最後に洗ってるんだよね。私メイク落としと洗顔が一緒なんですよ。そう。だから今落としてもなと思って。結局。うん。髪の毛外すかじゃあ。高見の驚いたってびっくりした、高見さんマジで。なんかハロウィンナイトっていう曲でマジックやったんですよ。先輩方が歌番組でちょっと失敗しちゃったやつをリベンジっていうので、そうで、いっちゃん最後の鳥で檻からミオさんがトリックアトリーバーンって出てくるのが、私たちが今までずっとやってたことだったんですけど、トリックアトリーバーンって出てきたら、なんか白いあれみたいな、おミーヨンさん着替える演出あったんだ、そう、あこれ着替える予定だったんだと思って、すごいって見てて、うんって見たら、あれみたいな、高見さんやと思って、びっくりした、マジでびっくりしたよ。2回の驚きが同時に来たから、同時に、そう、みよさん気軽に演出あったんだ、すごい、あれ高見さんやみたいな、そう本当にびっくりしました。本当にあのために来てくれたの優しすぎるって、いや本当にそう、なんか AKB を高見菜さんがこう卒業してから、本当に何だろう、ことあるごとにこうやっぱり、なんだろうね、いてくれたりするので、ずっと AKB を見てくれてるんだなって思うし、あとノースリーブスさんがもう15周年っていう、ちょっとすごいよね。私一番ノースリーブスさんの曲が好きだったので、そうユニットの中で、あの AKB の昔の配信あるって、そう、アンサーって曲とね、タネって曲が私は一番好きなんですけど、
しみですね、15周年。ビーバー見てた、もう全部見てた、あのテレビとかそういうのだけど、そう、フレンチキスさんとかノットやったさんとかみんな好きだったな。かき氷はどこだっけ、波乗りかき氷はね、ノットイエットさんですよ。そう、いっぱいユニットあったらってね、そうなんだよ、いいよね。第6走りたいってありましたね。でもめっちゃ好きだった、グーのね、大西ずっと踊ってた。なんか YouTube にその時期学園祭かなんかでやってる方々、4人でやってる方々の動画が上がってて、それ見てずっと覚えて一緒に踊ってたの。へいへいへい、そう、完璧グーの、だからもう完璧に踊れるわ、一緒あれそう、そう大好きです。君しか好きだった、君しかいいよね、一回やったことある、全国握手会で、そう、カトレナさんとリン・オカベと3人でやった、君しか、懐かしい、好き、武道館終わってからゆきりんさんのまた説明の解説のやつとか出るのかな、生配信か YouTube かで、それ見るのも楽しみだな。ゆきりんさんの卒業発表も今日ねありましたし、もう15分経った、やるんじゃないかなってね、やってくれそうだよね、ぜひそれ聞いてほしい。なんか大西たちもさらっと、さらっとというか、そう、あのレッスン投資の前とかに教えてくださったりしたんですけど、そう、改めて、ね、聞きたい。離れていても見たら泣いてて泣いちゃう、うん、泣いちゃいましたって。なんかさ、私もこう今思い出したらちょっと泣きそう。私もね、もう卒業発表させていただいた身でさ、卒業させていただくんですけど、それでも寂しいってすごいよね。なんかすごく自分が思ってる以上になんかすごく寂しくて、うん、まあでも今日1日目だったもんね、とりあえず、とりあえずというか残り2日間も楽しくね頑張りたいと思います。うん、キリンさん、キリンさんのソスコに出てほしかったりするって、あ、ごめんなさい、その頃には私はもうおりませんゆえ、キリンさんの卒業コンサートは出れなそうなんですけど、すいませんね、その頃には私はもうここを去っておりますそうです、2月頃なのでね、私も最後まで頑張りたいと思います。ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、いきます、1位キョイさん、ありがとうございます、イエイ。
てにがコバットマーク大西さんありがとうございます、イエイ。そして3位が、サトチアットマーク大西がさんありがとうございます、イエイ。そして4位があっくんありがとうございます、イエイ。そして5位が KITT さんありがとうございます、イエイ。そして6位がよっちゃんのゆももち大好きだよさんありがとうございます、イエイ。そして7位がケイジさんありがとうございます、イエイ。そして8位がエイトさんありがとうございます、イエイ。そして9位がトシちゃんありがとうございます、イエイ。そして、10位が黒芝のりこてんさんありがとうございます、イエイ。そして11位がコーヒーレンさんありがとうございます、イエイ。そして12位がキャプテンアットマークヤドキエさんありがとうございます、イエイ。そしてキャプテンカプテンラスト13位がおやちゃんありがとうございました、イエイ。キャプテン合ってた？あ、天球って言ってる。合ってましたかね。ありがとうね。キャプテン。だからカプテンなのかな。I am from インドネシアン。インドさんだ、インドさん。ありがとう。カプテンさんかな。ありがとうね。ありがとう。皆様も本当にありがとうございました。インドネシアの島なんて言った？インド？あ、うん、そう、あ、そうそうそう。あ、そう、インドネシアって言ったよね。あれ言ってなかった？あれおかしいな。よし、じゃあ終わりますね。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では明日2日目リクアは頑張りたいと思います。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。